どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。12月の10日に発売しましたこの鈴虫がですね、おかげさまで調子が良くてっていう意味で感謝版っていうのを7月の10日に出したばっかりなんです。今日18日でしたかね。18日、16日、僕誕生日だったんです。誕生日だった。ありがとうございます。誕生日だった28になりました。若い？そう、やってるまだなと思って18で東京出てきましてね、18の時とか10、やっぱり10代の時って早く20歳になりたかったんですね。で18から20歳までってすごく長かった、そんな感じがしたんですけど、20歳になってみたらあっという間にもう28。昨日おとといちょっと前までまだ20歳だったような気がするんですけど、四捨五入してみてください。どこか嫌だなっていう気分もあったりとか、やっぱり自分よりもほら下の子たちがいっぱいいるわけじゃないですか。もちろんですけどね、それはね、22とか23とか聞くと、僕もそういう時があったのになって思うよ。みんなおっしゃるでしょ、そうやって。僕はいくつですよって言ったら、ああ、自分もそういう時代があったんで、そういう気持ちが最近なんか、なんとなく分かるようになりましたね。あ、そうですか。で、まあ、そういうことで、鈴虫感謝版っていうのを出させてもらって、3曲入ってます。ポスターも変えたんです。通常版のやつはちょっとこう、にらみつけてるんですけど、感謝版ですか、少しにこやかに。撮りました。いい顔じゃないですか。本人とどっちがいいのかと。あ、そうですね。